オロチの復活が近い。オロチの軍師ダッキを撃破したジョコウとムサシはダッキの捨て台詞に耳を疑った。戦後二人は仲間となった佐々木小次郎を引き連れ左近のもとに急行する。報告を受けた左近は軍の進行を早めた。あの謎の男の無言の訴え、それは魔王復活の祖師である武田軍のもとにたどり着いた左近は当主武田信玄と会談。左近の息を感じた信玄は強力ダッキを追い詰める第一手は打った。この時軍師左近の頭の中ではすでに次なる戦略。左近よ、ダッキちゃんの相手は武田だけではちと厳しいかの。天心功の力も拝借しようかと。で、その策を考えてんですがね。おお、いつになくやる気じゃの。申し上げます、上杉家の兼続殿が正体不明の軍勢に襲われているとのこと。親方様、兼続殿救援のため。何左近、災い転じて何とやら。お信玄公にはかないませんね。雪村、俺も助けするぜ。兼続殿、ご無事か。それまでしのがれよ。液晶、無事だったね。我が友、雪村よ、来てくれたのだな。山が入ったか。さっさと追っ払っちまえ。ここで私が膝をつけば雪村たちの軍はどうなる。幻を食っても仕方ない。術者を探しておきましょう。落石しきったらやつを撃ちますかい。幻と敵に今の姿を見失いはしない。ダッキさては雪村の仕業だな。敵の小細工も難なく突破か。モンバーを倒してサクッと抜けちゃいますか。
しとった雪村か、私はここにいるぞ。金継殿、ご無事で何より、今少しの辛抱です。意図誘拐に裏打ちされた戦、本当に怪我されはせぬ。そこの門から武器を受けられそうだね。集めておきの行きますか。オロチの容器を吹き込まれた反転に立つオロチ復活を企んだ。オロチだけで面倒なのに厄介なのが出ましたね。敵手を打ち取ったり、敵将討ち取ったり、Hey!
なしやがって。いっそこいつをさらっていくか。ヨモギってやつに興味はあるが、俺はアルフを選ぶ。ちょっと、サルとじゃれちゃおうか。我が獣の霊を変えてもらう。おかげで義が勝利できたぞ。礼をせねばなるまい。実は下心がありましたね。変身口にお会いしたよ。任せておけ。私が早速取り計らおう。変身口、サコン殿をお連れしました。何卒お話をお聞きください。金継ぐを救いし戦見事。変身口、ダッキがオロチ復活を目論んでます。さらにヒロモリってのが出てきまして、そいつもオロチの復活を企んでるようです。どうです、力を貸しちゃくれません。変身殿、拙者たちと共に参りましょう。ダッキ、清盛の輩、お話にはできる。逃走のため未だ尽きず。おお、ケシコ、義のために立たれるか。ならばこの金継ぎも死力を尽くしましょうぞ。見事じゃ、サコ。武田と上杉をうまくまとめたの。俺は何もしちゃいませんよ。フッキさんのお手柄じゃないんですか。わしは探しておったじゃ。我の強い武将らを束ねる者だ。オロチの復活阻止、お主ならその役目。試したってわけですかい。お人が悪い。その義は許せ。その代わり今後はわしも協力しよう。